南口お仕事帰りの皆さん、こんばんは。私は立憲民主党東京都議会議員候補の酒井大志でございます。まあ、本日いよいよこの選挙戦も6日目となります。今日最後の街頭からの訴えは、ご当地より皆様方に私自身生の声でお届けをしたい、そういった思いでマイクを握らせていただいております。今回私のこの選挙戦、立憲民主党の公認候補でございますけれども、多くの野党の皆さんが本当に支援をしていただいております。先ほどマイクを握っていただいた中町聡、日本共産党市議会議員をはじめとして、東京選挙区ネットワーク、あるいは社民党緑の党と、そして立川市民連合の皆さん、本当に多くの皆さんのお力を合わせて、今の東京都政における課題、そして日本の国の全体の課題にもつながるような政治問題にぜひとも取り組んでいきたいと考えております。その東京都政における課題、まず第一は、やはりこの新型コロナウイルス感染症に東京都がどう対応していくのかということであろうと思います。そしてその前提として、東京都議会がどうあるべきかということも大切な課題です。川田隆平参議院議員からも訴えを提示しました。東京都で今年に入ってから小池知事、本当に1000億単位の補正予算を議会の議決も得ないで、次から次へとこれを選挙処分という方法によって決め、そして予算の執行を行ってまいります。このこと自体、通常ではあまり考えられない、そういった内容です。これまでの議会であれば、選挙を行っても年に1、2件あればいいところ、しかしこのコロナ禍の中で本当に東京都議会がその責務を果たそうとしているのか、そういった疑念が私には本当に湧いてくるんです。この予算の問題、議会に決定を求めない、諮らない、相談をしない、そういう小池知事も小池知事であれば、そのことをいい学術と許してしまう、そういった都議会も都議会だと私は思うんです。立憲民主党の仲間の議員、あるいは日本共産党さんや、その他野党の皆さん、残念ながら今の都議会の中では、4分の1の議席、指定者に対する4分の1の議席を得ていません。が故に、コロナ対策、あるいは東京オリンピックの問題で、臨時議会を開こうという提案をしても、これを実現をすることができない状況の中で、第2回の定例会もあっという間に終わってしまいます。このことは国会においても、通常国会が150日でしっかりありがとうございます、終わってしまったことにも通ずるように、今の事態が本当に国民の皆さんや都民の皆さんの暮らしを支えていこうという姿勢があまり感じられない、見受けられない。何かオリンピックのために我々が不自由な生活を強いられているのではないか、そういった疑念すら感じざるを得ない、そういった状況に我々は落し込まれていく。そのことが、このコロナの感染症対策といったもの、皆さんが心底協力をしてやろう、この国のためにみんなで我慢をしようという気持ちがどん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 出てしまう。そのことが、緊急事態宣言が明けたと思ったら、あっという間に感染拡大の気配につながってしまう。そして東京都政においても、協力金の問題、本来であれば補償であるべきです。補償であるべきは、協力金という名前に変えている。そのことによって、本当にそれによって助かっている企業はあまりない。ほとんどの企業は、その経営状況、事業運営すら難しくなってしまっている。その一因には、実際に協力金を支給するよと言われても、手元にお金が来るのが何ヶ月も先になってしまっている。
この点については先ほども中町聡市議会議員と一緒に南口で夕方の時間お話をさせていただきましたけれども、お隣の神奈川県においてはだいぶ改善をされ、今朝私の朝と街頭からの訴えに応援できていただいた神奈川県議会議員の友人の議員の話によると、神奈川県では3週間で現金が届けられるようにという形で、その制度の改善といったものを行っているそうなんです。これまで協力をしていた業者に関しては、その審査の内容といったものは事前のチェックといったものはもう必要ないですよね。実際に負担の影響を示したかどうかという、そういったことだけを審査をすればいいということで、事務処理を簡素化をして支給速度を確保させていく、こういった対応に変えていくということらしいです。東京都の都知事も、あるいは神奈川県の県知事も、もともと同じアナウンサーの出身であった人ですけれども、しかしその対応といったもののスピーディーさは大きく違ってきてしまっている。こういった一つ一つの課題、やればできるのになぜやらないのか、同じお金を出すんだったらしっかりとその事業者が欲しい時にそのお金が手に届く、潰れてしまってからお金が支給されたのでは間に合わない。この事業者を守っていくため、その限りはそこで働く雇用主、非雇用主のその労働者の皆さん、生活者の皆さんの生活を支えていくことにもつながるんです。どうか今回のこの選挙戦、本当にこのコロナ禍において東京都の行政やってる感だけは満載ですけれども、実はその中身といったことがしっかりと充実をしていない、生活、そしてその事業者のその実態に即した支援策を講じていくような取り組みを、私もこの浪人生活を通じて、されてからの営業でございます。行政書士という職業を行っておりますけれども、その中でさまざまな事業者の皆さんの声といったものを、東京都に補助金や助成金といったものを求めても、あれやこれやとケチをつけてなかなか審査を通してくれない、中にはこの世の中に存在しないような資料を出せと言われて、それを指摘をすると、あ、やっぱありませんでしたから結構ですというような、そういった事例も、私自身もそういった事業者の方から相談を受けて対応をした中では現実の話として起こっているんです。こういった問題について、やはり事業者の皆さんや生活者の皆さんの暮らしを第一に考えた東京都政に変えていく、そして五輪本来であれば小池さんに返上と言っていただきたいわけですけれども、なかなかそういった決断ができないのであるならば、せめて専門家の皆さんが言っているような無観客ぐらいにはすべきであろうし、あるいは現役の問題、ウガンダの選手、我々は菅さんが安心安全だとありがとうございます言っていたのであるから、せめて検疫、誰かの検疫ぐらいはしっかりしてるのかなと思ったら、そこにはしっかりと穴が開いていた。バブル方式といっても実はバブルを弾けていたのではないか、そういった疑念すら思い感じられを得ない、あの選手団の PCR 検査の陽性者の濃厚接触者、後に陽性になった、そういった方が国内を移動している。これから多くの選手団がこの日本にやってきたときに、その選手団や関係者の安全を守ることも、我々日本人の安全を守ることもできない、そういった状況に陥らないように、私、酒井大臣に、どうか皆様方のお力をお貸しをいただきますように、これよりお願いを申し上げます。本日、私、都議会議員候補、立憲民主党の酒井大臣の応援にありがとうございます。川田隆平参議院議員が応援に駆けつけていただきます。残りあと10分足らずのこの選挙戦でのマイクを使っての本日の訴えでございますけれども、どうか皆様の貴重な一票を私、酒井大臣へと私をいただきますようにお願いを申し上げます。過去4期16年、また市議会議員7年、23年間のこの議員としての経験に、プラス今回この4年間、浪人をしてきた、その中で、小選挙を戦った、そういった経験もございますけれども、合わせて、介護事業指導を運営をしてきた、その中から見えてきた日本のありがとうございます。介護制度の問題、今のまま放っておいたら、老老介護、ヤングケアラー、そして、配偶離職といったものにつながり、この社会の
くい、あるいは家族の絆といったものも本当に消え落ちてしまう、そういったこの介護の問題においても東京都の処遇の改善、あるいは市や地方のさらなる改善を促していただくとはならない重大な課題です。どうか私、坂井大使に皆様方のご指示ご支援を賜りますように、これよりお願い申し上げます。ありがとうございます。本日、私、坂井大使の応援に、川瀬龍平参議院議員が駆けつけていただきました。命を守る政治、そして一人一人の命に寄り添う政治を行っていかなくてはなりません。戦争やこういった疫病が蔓延をすると、一人一人の命が統計として扱われてしまいます。その命、そこにその命があるということをしっかりと捉えて政策を作っていく、そしてそれを実行していくのが政治家の責任であろうと思います。どうか皆様とのご支援を賜りますように、これよりお願いを申し上げます。本日私の応援には、立川市議会に中町聡市議会に日本共産党さんから応援にもいただきます。また市民連合の皆さんからも本当に連日応援をいただいております。また朝に有利と立川市政を目指して活動中の高石市政さんにも応援をいただいております。また大川原雅子衆議院議員も今全力で私坂井大使の応援をしていただいております。どうか多くの皆様とのご支持ご支援賜りますように、私坂井大使へとよろしくお願いを申し上げます。それでは本日この街頭からのあと5分間の結び、川田龍平参議院議員が私坂井大使の応援していただきましたので、最後のこの1分まで、最後の瞬間まで川田龍平参議院議員より応援のメッセージいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。